死になさい、デッドエンドレインボー。目覚めろクラトニー。リョウ、命令を受諾しました。速やかに実行に移ります。物質や魔物の特徴を取り込んだ戦闘に特化した形態というわけ。しかもデッドエンドレインボーで死ななかったということは魂がないということね。なら止まらない。精霊召喚。我は望み、精霊の道からを欲する。我が願い聞き届けたまえ。万物よ月よ、ディスインテグレーション。敵は撃ったわ、シズ先生。ようやく出ることができました。ご無事でしたか、我が主よ。ああ主、大丈夫、大丈夫だって。俺はさすがにマジ強い。終わりね。この結界内でそれだけ動けるのは大したものよ。正直見くびっていた。でもね、君では私に勝てないわ。あと一撃で俺を殺せるからか。ここまで勝ち目がない状況になるとは思わなかった。だがせいぜい悪あがきするさ。素直に死んでやるほど俺もお人よしじゃないんでね。国ユニークスキル変質者にて上位精霊イフリートを純粋な精霊として分離しました。よし、とっさに分身体を作って逃げ出していたのだった。逃げて大正解だったな。にしてもヒナタのやつ、あの強さ異常だろ。結界がなくても負けていたかも、あのディスインテグレーションとやら。あれはとてもじゃないが避けられない。ミリムなら耐えられるかな。今度聞いてみよう。しかし日向のやつ、ふざけんなよ。こっちの話を聞かず一方的に喧嘩を売ってくるなんて。状況は分かりませんが、主の勝ちと言っても過言ではないと思います。だろう、ランガもそう思うだろう。まあどうしても日向が言うなら引き分けということにしてもいいけどね。状況は分かりませんが、主の大勝利と言っても過言ではないと思います。つうか急いで帰るぞ、みんなが心配だ。お前のために犯罪者として裏切り者として死んでいくこと。